EOSR システム初となる超望遠ズームレンズ RF100-500mmF4.5-7.1LISUSM をご紹介します。レンズの重さは 1370g、 EOSR や R5、R6 の重さはバッテリーなどを含めると 700g 前後ですから、カメラボディと組み合わせてもたったの 2kg 程度です。 100mm から 500mm のズーム域をカバーしながらも全長はたったの 207.6mm。 見た目的にはキャノンEF マウント系の EF100-400mm の2型とほとんど変わらないサイズ感です。共同の左側には4つのスイッチが配置されています。上からフォーカスリミッター、フォーカスモード、手ブレ補正、補正モードとなっており、1が通常の補正モード、2は流し撮り用、3は被写体が不規則な動きをするときに用います。こちらにはスムース、タイトと印字されており、ズーム操作を行うときはスムースに。またタイトにすると移動時などに不意なレンズ繰り出しを防止することができます。あくまでタイトであってロックではないので、ズーム操作は可能です。三脚座は取り外しができ、このネジを緩めます。そして反対側がヒンジとなっており、三脚リングを広げて外す形となります。また共同と同色の塗装が施されたレンズフードはロック解除ボタンを備えており、そしてこのスライドする蓋はフィルター操作用の窓となっています。それでは詳しいインプレッションや作例についてはレビュー記事をご覧ください。ありがとうございました。